後悔などあろうはずがない。2019年3月21日、世界中に衝撃が走る。日米通算4367安打を放ち、日本、アメリカ問わず世界のスーパースターであるメジャーリーグマリナーズのイチローが東京ドームでのアスレチックス戦終了後、現役を引退したのです。3月20日、21日と続いたこの試合は、引退セレモニーではなくメジャーリーグの公式開幕戦。イチロー本人から引退の一言は試合が終わるまでなかったが、世界中のファンがなんとなく覚悟をしていた。このメジャーリーグ開幕2連戦は日本でもテレビ中継されるなど大注目。21日の東京ドームでの試合を終えた後の記者会見で引退を表明しました。1時間20分以上にも及んだ異例の引退会見。生放送もされていたので、当時テレビで釘付けになって見ていた野球ファンも多いでしょう。イチローは60歳まで現役、といった声も多々あります。ですので、メジャーリーグシーズンに突入したばかりの出来事ということもあり、ファンの間では、もっとできたのでは、と感じた人も少なくない。しかしイチロー自身は引退の記者会見で、いや、今日のあの球場での出来事、あんなものを見せられたら、後悔などあろうはずがありません。もちろん、もっとできたことはあると思いますけど、結果を残すために自分なりに重ねてきたこと、人よりも頑張ったとはとても言えないですけど、自分なりに頑張ってきたことははっきりと言えるので、これを重ねてきて、重ねることでしか後悔を生まないということはできないのではないかなというふうに思いました。とコメント。なんとも、イチローらしい最後ですね。実際に、2019年当時のイチローはすでに45歳。45歳を超えて現役を迎えた選手は日本のプロ野球やメジャーリーグでもごくわずかです。40歳からは成績も少しずつ落ち、41歳のシーズンでは34打席連続無安打も経験し、徐々に衰え、スランプなのではとも言われたほどです。45歳ともなれば、いくらイチローとはいえ体の老化がそれなりにあったことでしょう。目がボールについていけなくなったのではないかという評論家も数多くいました。45歳までメジャーリーグで現役を続け、圧倒的数字を残したスーパースターイチロー、文句のつけようがないように思えますが、物申すことができる人物が一人いるのです。それが落合博満です。落合博満は当時オリックスブルーウェーブ時代の5年連続首位打者という快挙を達成中のイチローと一度対談をしています。この時イチローのある癖を的確に指摘しています。このイチローのある癖こそが打てなくなったスランプの原因ではないかと話題になっています。今回はそんなイチローが打てなくなってスランプに陥った最大の理由についてご紹介します。前提として、イチローと落合博満がどれくらいすごいのかざっくりと振り返りましょう。イチローは日本では7年連続首位打者、メジャーリーグではシーズン最多安打、10年連続200安打、通算3000本安打、その他にもゴールデングラブなど数々の賞を受賞、飛び抜けた成績を収めています。落合博満は3度の三冠王を達成。三冠王とは打率、本塁打、打点の3部門のタイトルを独占すること。これを3回達成したのは2022年時点で落合博満ただ一人のみです。監督としては中日ドラゴンズを8年間率いて、全ての年で A クラス、4度のリーグ優勝、1度の日本シリーズ優勝を達成しています。選手を育てる手腕と洞察力はかなり評価が高いのです。どちらも未だに破られない記録を持つので、天才と言われているのも納得ができますね。そんなイチローと落合博満には自分のバッティング理論があります。イチローは待っている球が来なかったら自らそこに体を近づけて仕留める。落合博満は自分の待っている球をいかにして呼び込み、自分の形で仕留めるか。お互いとんでもない成績を残しながらも、バッティング理論は真逆の考えを持っています。一般的には落合博満のバッティング理論がバッティングの基本とされています。イチローは独自のバッティング理論でとんでもない成績を収めているので、いかに革命的なことをやっていたのかがわかりますね。しかしながら、
バッティング理論は違えど、お互いのことは高く評価していたみたいです。イチローは現役時代に落合博満のことを、インサイドのボールをライト前にポトッと落とすんですよ。緩い球を待って、速い球をヒットにする技術ができる人、とコメント。落合博満も、現役を引退後に評論家という目線から見たイチローについて、バッティングというものを180度変えてくれた男なのかな、とコメントを残している。そんなお互いのことを認め合っているイチローと落合博満が1999年の春のキャンプで対談をしています。その内容を振り返りましょう。よくね、イチローの打ち方はどうなんだと聞かれるの。でも僕らも答えようがないわけよ。このバッティングというのはずっと小さい時から？小さい時からイメージはこういう風でした。ただ形としてはできませんでした。僕は線から点で捉える意識でやってたので、頭の中でスーというラインを描いてバッティングをしてましたけれども、それを形に出したのが今の形ですね。イメージを形に出したらこうなったと。いい人は線で引っ張ってきて点で引っ張ったの。悪い人は線ないの。点に自分が衝突しに行くだけだから。今日たまたまバッティング見た時にね、今が出来上がりの状態だとしたら、シーズンのいい時を100としたら、今の仕上がりは大体どのくらい？何パーセントかというところですか？ものすごく心配なところがあるから、ちょっと実践感覚で、実践の球ではないのでちょっとわからないですけども、まだ60、50というところだと思いますけど、心配しているのは俺だけだと思う。形見て、トップの位置が低くて浅いの。指導がちょっと遅れ気味。指導が遅れ気味？ここの割れができていない。きちんとここにトップが入ってきて、それで振るっていう動作じゃなくて、ここに入る前にボールに寄っていってるようなもんだから、去年あたりから自分の形っていうのは見えてきて、ここさえ意識をしてしっかりとできれば、すべて形が決まってくるというのはもう出来上がりつつあるので、今日のアドバイスで自分のバッティングの完成形が見えた。今のアドバイスはありがとうございました。自分じゃなかなかわからない。体では感じながらも見えないですからね。なかなか気づくことができないので、なかなか言ってくれる人がいないので。いない？言えないんだね、周りは。去年もそういう時期があったからね。途中からね、イチロー本来の打ち方に戻ってきたしね。アドバイスいただきました。後に、ファースト上で何度もアドバイスしていたことを落合博満が明かしました。微笑ましいですね。この天才同士のやりとり、素人ではちょっと何を言っているのかわからないようなレベルの高さ。当時イチローは5年連続首位打者という圧倒的な成績を残しています。しかも独自のバッティング理論で。そのため気軽に監督やコーチが口を挟むことはできなかったのでしょう。そんな監督やコーチでもない評論家という立場での落合博満の的確な指摘。3度の三冠王という誰も成し遂げたことがない成績を残しているからこそ指摘できたのでしょう。落合博満が指摘したイチローの癖はいつもより早くピッチャー方向に体が流れていくこと。実際にこの対談では1998年と1999年のフォームを比較して本当に早くピッチャー方向に体が流れているのか検証しています。若干ではあるが1999年のフォームの方が体が早くピッチャー方向に流れている。このわずかなズレによりトップの割れができず打てなくなるのではないかと落合博満は心配しているのです。イチローのバッティング理論は待っている球が来なかったら自らそこに体を近づけて仕留めるというもの。ピッチャー方向に体が流れていくのが当たり前の打ち方です。ですのでわずかな差を指摘できるのは至難の業。さすがとしか言いようがありません。このアドバイスを機に自分の完成形が見えたと語っているように振り子打法で首位打者を取り続け7年連続の首位打者を日本で獲得しています。ですがメジャーリーグへ行くと振り子打法をやめてしまいます。メジャーリーグでは日本のプロ野球よりも投手の球速が速くツーシームといった球が動くボールを扱う投手が多いからです。ですので足を上げたフォームでは対応が難しくあまり足を上げないフォームに変更しています。実際に現在二刀流で活躍をしている大谷翔平も日本では足を上げるフォームでしたがメジャーリーグでは試行錯誤の上足を上げないすり足打法を取り入れています。イチローのこのフォーム変更について落合博満は振り子打法のようなゆったりとした滑らかなフォームに戻せばよかったのではないか、そしたらもっと打てた、
でもこれはベテランでも理解できないだろうから、若い時には到底わからない。俺が気づいたのはユニフォームを脱いで何年も経ってからだった。いつか後輩たちに伝えることができれば、それはそれで財産なんだろうとは思う、と語っています。とはいえ、メジャーリーグではシーズン最多安打に加え、10年連続200安打、通算3000本安打も達成しています。フォーム改造が失敗だとは少し考えにくいですよね。さすがに打てなくなったのは老化が原因なのでは、と考えるのが一般的でしょう。ですが、イチローが44歳の2018年、落合博満は次のように語っています。現役としてダメになってきたというのは3、4年前、えらいバッティングの動きが小さくなっちゃった。俺が苦労なく打てていたのはロッテ時代のほんの数年だけ。年齢に適したフォームを探し始めたことが迷い道への入り口だった。衰えというよりも、年齢とともに一生懸命ボールを見なきゃいけないと、だんだん動きが小さくなってくる。一生懸命、あそこが違う、ここも直さないといけないと、これが一番悪いやり方だった。そこから自分のバッティングを取り戻す作業の方が難しい。事実として、落合博満も45歳まで現役を続けています。三冠王を獲得したのも、すべてロッテ時代なのです。同じ45歳までプレーした経験があるからこそ、わかることなのです。また、もしイチローがストライクにしか手を出さないタイプだったら、もっと成績を残せたのではないか、とも語っています。落合博満はイチローを認めていない。そんな受け取り方もできてしまうコメントの数々。ですが、イチローのバッティングへの向き合い方について、バッティングっていうのは血の滲む努力を重ねて一人で磨き上げたものなんだから自分にしかわからない。イチローのような境地に達した打者なんてほぼ皆無。実体験がないコーチや評論家が口を出せるわけがない。と、自分自身もバッティングを極めた一人としてイチローを認めているからこそのコメントだったんですね。いかがでしたでしょうか。今回は落合博満が現役時代のイチローとの対談で明かしたイチローがスランプに陥った最大の理由の指摘についてご紹介しました。振り子打法でのメジャーリーグでの姿、フォーム改造をしないイチローの姿がどうしても見たくなってしまいますね。イチローは現在シアトルマリナーズの会長付き特別補佐兼インストラクターをしながら、日本の高校野球の非常勤コーチとしていろいろな高校を訪問しています。45歳になっても現役バリバリな選手がイチローの助言によって出てくることを楽しみにしています。